因縁が、あの時と全く変わらぬな。あれは、長門たち三人で生活をしていた頃。一度、わしの目の届かぬ場所で、岩隠れの住人に襲われる事態が起きた。急いで現場に駆けつけると、そこにいたのは、傷つき倒れた弥彦と中人、そして、リンネガンを宿した長門だった。リンネガンは、忍びの始祖といわれる陸道仙人が有していた最も崇高とされる瞳。まさか、本当にリンネガンを持つ者が存在するとは。輪廻岩は世が乱れた時に天より使わされるものだとされている。だからお前がこの乱れた世を平定に導いてくれる、そう信じていた。しかしわしの思惑は外れ、今は世を乱す暁にいる。正しい成長はしなかったよ。成長していないのはこの世界、俺たちは成長し、今に至っている。言うようになったの？先生、あなたはまだ人でしかない。だが、俺は無限に続く戦いの中で、人から神へと成長したのだ。まさかお前が神などと冗談を言うとは。くだらぬ成長をしたようだな、長門。先生には何もわからない。この俺の痛みも、俺の願いも。俺はいかに犠牲を伴おうと、その先にある真の平和のために進む。真の平和のためには、世界に痛みを知ってもらうことが必要なのだ。それがお前の役目だと。暁を使い、痛みを与えることが。そう、俺は平和主義者の神だからな。冗談もそこまで行くと笑えんの。お前たちはわしの弟子として正しく成長してくれるものだと信じていた。大切なものを守るために、その力を使ってくれるものだと疑わなかった。だがわしの見込み違いだったようだな。もはやお前は世界の毒、せめて死の手で葬るがわしの最後の役目だな。お前はこのわしが今日ここで止めてやる。無駄なことを。こいつを相手には最初から全力で行く。これは